皆さんどうもこんにちは、ヒカキンです。本日もウィラープリ2021やってきたいなと思います。本日はですね、12月24日からやってきたアイコニックモーメントローマルムアイコニックモーメントローマルミマ企画やっていきたいなと思っております。バイエルン、そしてバルセロナと2週連続の激アツアイコニックガチャが続いてからのクリスマスプレゼントということで、ローマアイコニックやってまいりましたね。まあ今週は一旦一息ついた感じかな。まあ僕らにね、課金は一旦やめようっていうプレゼントかもしれないので、やっぱりプレゼントとは言ってもいろんな形があるなって思いましたね。まあとはいえですね、やっぱりローマサポーターの方にとっては激アツですし、今回ですね結構珍しいパターンで3人ともですね既存アイコニックがいるパターンなんですよね。はい、なのでまあ、だからこそ既存と新規の違いをしっかり比較して情報系として発信していくのが大事なんじゃないかなというところで、この動画作っていきたいなと思っております。皆さんその目でしっかり見極めてください。では行きましょう、レッツゴー。はい、まず一人目はですね、カフー選手ということで、1999年10月3日からの登場ですね。これ公式ツイッターのね、説明文なんですけど、はい、ペナルティエリア外から強烈なシュートを叩き込むなど、2ゴールを決めたカフーということで、これだけ見たら完全にフォワードの説明ですよね。Passaggio smarcante, ora deve segnare. Prova la conclusione. E il gol! Che giocata!で、早速ですね、レジェンドとの比較なんですけど、はい、2ゴールした試合からの選手だけあって、決定力、オフェンスセンス、キック力、ここが爆上がりしてるんですよね。これね、完全に強化ポイント、フォワードなんですよね。はい、決定力、キック力に関しては90超えてきますし、マジでフォワード感ありますね。で、他で言うとですね、まあ、スピード、フライパスあたりが大幅強化されて、スキルがですね、バックスピンロブが減って、ミドルシュート、ロングスロー、闘争心、この3つが追加されましたね。全体の能力を見ていくと、突出してる数字自体は少ないんですけど、まあ、このバランスいい能力値に、高安7の B 固定ということで、まあ安心安全って感じですかね。まあ特にディフェンダーってことを考えると、この安定感っていうのは何より魅力なんじゃないかなと思っております。まあとはいえサイドバックで使うよりサイドハーフ起用の方がいいんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね。はい、で次にですね、既存アイコニックとの比較なんですけど、得点能力、スピードは今回なんですけど、ドリブル、グランドパス、フリーキック系、この辺りは前回が優勢ということで、まあ CF で使うなら今回なんですけどねっていう冗談は置いといて、まあ既存持ってれば十分ですかね。まあ確かに多少違いありますし、メロンパンさんも言ってましたけど、サイドハーフで使うなら今回のがいいかなって感じはありますけど、まあわざわざ追うほどではないのかなって印象はありますね。はい、でちなみにですね、攻撃的サイドバックで比較してみたんですけど、こう見るとですね結構いい数値してるんですよね。まあ決定力、キック力、オフェンスセンス、この辺りはバグレベルに高いですし、まあディフェンス能力もですね実はかなり高めということで、まあこれでね、さっきも言ったように B 固定高安なので常に調子がいいっていうところもありますので、当たったら全然勝ちつく候補には入り込んでくるなって思いましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、バーティストゥータ選手ですね。2001年6月17日からの登場ということで、はい、これはですね、ホームでパルマを迎えたシーズン最終節なんですけど、はい、バティスータのゴールも含めて3対1で勝利して見事優勝を決めた試合からの選出ですね。で、まずはですね、レジェンドとの比較なんですけど、空中戦がですね、大幅に強化されていて、さらにですね、フィジカル、オフェンスセンス、ボルコン、このあたりがですね、じわっと強化ということで、実はですね、能力だけ見ると、あれこれレジェンドでも変わんないんじゃないかって思われると思うんですけど、ただ、右上見ていただきたいんですけど、意外なところで逆足系がですね、共にプラス1ずつされてるんですよね。これ結構珍しい変化だなと思ってて、まあこの変化っていうのは結構人によってね、評価変わると思うんですけど、意外とでかい変化なんじゃないかなと思っております。で、実際能力値で言うと、まあ得点能力に関しては全センターフォワードの中でもトップクラスですし、さっき言ったように逆足系がフルマックスになったことで、右でも左でもとんでもないシュートを打てるっていうのがバティの魅力になってくるのかなと思います。まあスキルに関してもシュート系豊富なのと、ワンパ持ってるっていうのがすごくいいですよね。ただスピードはあるんですけど、出発が低いのでちょっと重たさあるのかなっていうのと、スタミナがですねレベまで79しかありませんので、まあ基本的には交代必須での起用になってくるのかなと思います。であとはパスかな、数値的にはパス低いんですけどワンパありますので、この辺りはちょっと使用しながらパスのズレとか試していただきたいなと思っております。で、次にですね、既存アイコニックとの比較なんですけど、アイコンはですね、このやりきった感じ、完全に強くなってる雰囲気出てるんですけど、意外と微妙な変化ということで、ボルコンやジャンプは上がってるんですけど、まあスタミナ中心に下がってる数値も多めということで、いやこれ結構難しいっすね。でさっきも言ったように逆足系がですねプラス1ずつされてるのはありますので、ここの評価次第かな。ただ個人的にはパティに関しても既存持ってれば割と十分なのかなって感じはしますね。はい、で最後にですね、ボックスストライカーでの比較なんですけど、やっぱり
っぱりこのタイプはバステンが素晴らしすぎるんですよね。はい、なのでバステンやばいなと思いつつ、とはいえですね、得点能力だったらバステン超えてますし、空中戦の強さだったり光る数値もありますので、まあ、間違いなくボックスストライカーの中でも最高峰の選手ではありますよね。はい、ということで次行きましょう。はい、本日最後はですね、トッティ選手ですね。トッティ、とってもかっこいいですねって感じで、はい、2006年11月26日からの登場ということで、これおそらく2ゴール1アシストを挙げたサンプドリア戦かなと思ってますね。てかさ、この写真かっこよすぎないか。これ僕がやったらただの変態ですけど、トッティがやったらかっこいいっていうのがずるいですよね。Vede libero il compagno. Totti, attenzione. Francesco! Totti! Ho visto la luce! Ho visto la luce!で、まずはですね、レジェンドの比較なんですけど、実はですね、ちらほら下がってる数値もあるんですけど、基本的にはしっかり強化されていて、上がってる数値がめちゃめちゃいいんですよね。フライパスや決定力は今回補正なくても95乗ってきてますので、このあたりの強化いいですし、スキルの変更も含めてレジェンドとは明確に差が出てますし、個人的にはこのガチャで一番当たりかなって思ってますね。はい、で、あとはですね、実はバティと同じく逆足系がプラス1ずつされてますので、ここもポイントになってくるのかなと思います。で、能力改めて見ると、やっぱりオフェンスセンスから決定力までの数値っていうのはすごくいいですし、ここにですね、フィジカルも合わせ持ってたりとか、スキルも優秀なので、いやー素晴らしい能力値ですよね。まあ、特に得点能力に関してはナンバー10の中でもズバ抜けたものあるんじゃないかなと思っております。で、逆に欠点で言うと、スタミナとスピード瞬発ですかね。ここは気になるシーン結構出てくるんじゃないかなっていうのはありますので、まあ、このあたりは一長一短なのかなと思います。で、起用で言うと、ナンバー10生かしたですね、OMF、CMF あたりもありだと思うんですけど、個人的にはですね、無印 CF、これ結構いいと思ってますので、はい、このあたりで使ってみるのがいいんじゃないかなと思っております。で、次にですね、既存アイコニックとの比較なんですけど、いやー今回のトッティですね、実は前回から総合値下がってるんですよね。はい、割と珍しいパターンかなと思いつつ、いやこれほんと難しいですね。正直ですね、能力で言うと足元やですね、グラッパ瞬発中心に結構な能力値が弱体化していて、逆にですね、決定力やボディコンは強化ということで、いや能力面で言うと正直前回なんですよね。はい、なんですけどスキルやですね、逆足は間違いなく今回ということで、これ結構好みな気はしますけど、個人的にはですね、中盤で使うなら前回、無印CF で使うなら今回、そんなイメージなのかなと思っております。単純にどっちが強いっていうよりは結構タイプが変わってるので、割と別物と考えた方がいいんじゃないかなと思っております。はい、で最後にですね、ナンバー10での比較なんですけど、いやーナンバー10もやっぱりレジェンドとかアイコニックで優秀な選手が多いので、とにかく激戦区ですよね。ボルコンが95で5位の世界って恐ろしすぎるなって思いつつ、ただパスや得点能力に関してはピカイチですし、ビジコンやボディコンあたりもいいので、まあ本当にスキル順の評価次第で変わってくるのかなってイメージはありますかね。はい、基本的にはすごくレベル高い選手なのかなと思います。はい、ということで今回3名見ていきましたので、最後にですね、ガチャの総合評価やっていきたいなと思っております。まあ基本的にはですね、各プレイスタイルで最高峰の選手ではありますので、まあ皆様の好みにバチッと余る選手がいれば狙ってみるのもいいと思うんですけど、まあとはいえですね、フラットに考えたらわざわざ勝負しなくてもいいのかなって感じはありますね。特にですね、全員既存がいますし、既存持ってる方であれば割とですね、今のバージョンで満足できる感じでありますので、わざわざ追うほどではないんじゃないかなと思います。なので基本的にはローマアイコニック構成にどうしてもこだわりある方限定のガチャってイメージなのかなと思います。まあ来週以降ね、アイコニックどんなの来るかわからないですけど、まあまあまあ、まだまだ優秀な選手出てくると思いますので、はい、ここはスルーでもいいんじゃないかなと思っております。ということで今回ですね、ローマアイコニック一気に比較させていただきました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、難しい比較だったりとか、まあアイコニックに関してはいつも言うんですけど、基本的にはレベル高いので、はい、皆様の好みベースで選んでいただければいいのかなと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の選手クイズはこちらになります。ぜひ予想していただいて、この後のエンディングに答えてますので確認してみてください。年末まで生放送とか動画とかいろいろありますので、よかったら最後まで楽しんでください。ではまた明日。いつもありがとうございます。バイバイ。